低作戦語、低作戦語、低地作戦語は、西ゲルマン語群のうち低地ドイツ語、もしくは低作戦、低フランケン書語、ローサクソン、ローフランコニアンに属する地方言語。ドイツ語の北部方言ともされてきた諸言語のうち、エルベ川より西のドイツとオランダ北東部で話される地方言語を指す。地理的要因から標準ドイツ語、高地ドイツ語、中部ドイツ語、 上部ドイツ語、オランダ語などと関わりを持ち、それらの言語の方言か否かが、しばしば議論される。ISO693 から2の言語コードは、NDS。西ゲルマン語群の一種である低作戦語は、標準ドイツ語、高知ドイツ語東中部ドイツ語の中輪言、オーバーザクセン方言を母体にして近世に作られたが、経験した第二次シー水内史、 高知ドイツ語神水と呼ばれるシーン変化を経験していないので、英語やフリジア語、スカンジナビア諸言語との共通点が、標準ドイツ語より多い。文法的にも、英語と共通の部分がある。例えば、定作戦語の名詞には、格が三つしかない、標準ドイツ語は四、英語は代名詞で三。北部方言では、過去分詞にドイツ語やオランダ語のそれに付くような、GE マイナスが付かず、 多くの南部方言では GE マイナスの代わりに E マイナスが使われる。このような多くの相違点から言語学的見地からは同じ西ゲルマン語群に属する別言語、つまりは外国人にとってのドイツ語であるところの標準ドイツ語と親子関係ではなく、むしろフランス語に対するイタリア語、スペイン語のような兄弟としての立ち位置にあると考えるのが一般的な見解である。 しかし、ドイツ政府は近年に至るまでこの事実を否定的に捉え、あくまでドイツ語の一方こととして処理してきた歴史を持つ。これは、もともと何らかの言語が独立言語なのか方言なのかを客観的に決まることは、言語学者の仕事ではなく、多くの場合は政治的な理由から判断されることが多いためである。領土、経済、人口、 文化、歴史など様々な面で、ドイツ人の少なくない部分を担ってきたドイツ住民が、言語という最も重要な文化的概念において、他のドイツ住民と全く異なる性質を持つことは、ドイツ住民を意識の上で単一にまとめたい、ドイツ政府にとって認めがたいことだった。しかし、政府の立場はともかく、学術的には来た、ドイツで話される言葉は、中部、 南部で話される言葉とは著しく異なる特徴を持っており、人為的に作り出されたと言って良い標準語の存在がなければ、思うの疎通すら困難と言わねばならない。低作戦語の歴史は大きく古代、中世、現代に分けられる。古作戦語はエルベ川の近辺で生じたと考えられている言語が元になっており、コフランク語、コエー語、コフリジェ語と共に、 北海ゲルマン語に分類され、今日の定作戦語と英語の元になったとされる。英語では定作戦語を定作尊語と呼ぶ。実際に文字として現れるのは旧世紀からである。上述の通り、近年までドイツ政府は国民国家を目指した民族政策から定作戦語は標準ドイツ語の起源である中東部ドイツ語の方言と判断しており、その辻褄を合わせるために小作戦語も、 コテチドイツ語、アルトニーダードイッチと呼称していた。しかしこれは明確な、あるいは革新的な誤りで、小ザク後、アルズアシュシュと呼称するのが正当であるとする見解がある。小ザク後の時代、徐々に北、ドイツや、それに近い地域へ広まっていった低ザク後は、中世時代に飛躍の時を迎える。北方は、バルト海の海上貿易を一手に担い、 近世ヨーロッパにその名を知らしめたハンザ同盟の公用語とされたのである。ハンザ同盟の勢力拡大とともに、北欧へと進出した定作戦語は、現地の言葉と混ざり合い、自らと北欧の言語の双方に、新たな変化を与えた。古いドイツ関連の資料では、この定作戦語による北欧諸言語への影響を、標準ドイツ語の成果としているものが多いが、これも誤りである。 17世紀後半からは、ネダーサシシという故障は徐々にという故障にとって変わられるようになった。現代の定作戦語は多数の方言を抱えているが、相互理解の手段である、標準語は制定されていない。これは定作戦語がいくつかの国に存在することや、大多数が占める北ドイツの和社が、長年にわたってそれぞれ一方ことという地位に押し込められていたためである。オランダで、 いくつかの方言をまとめて、標準語を作ろうとする試みも見られたが、定着戦後全体の統合には、ほど遠い状況にある。北、ドイツで話される言葉が、中部、南部ドイツの言語やオランダ語と異なる言語ではないのか、という指摘は、過去から今日に至るまで、幾度もなされていた。しかし、ドイツの言語学会、特に冷戦期の西ドイツでは、こうした議論は半ば禁じられ、 北ドイツの言葉に関する研究者たちも暗黙の了解として低ドイツ語としての研究しか行えなかった。政府の語学教育への圧力から若年層の北ドイツ住民は自分たちの方言が標準ドイツ語とは異なる系列にあるという事実を知らず、さらにはアメリカに移住したドイツ地方出身者の多くが標準ドツ語ではなく低作戦語を用いている。 歴史的事実すら知らぬままに過ごしている。独立言語の象徴である行政的手続きでの使用も古作孫語時代のようには、かなわず地方言語文学の制作も局地的な展開に止まっていた。これらは定作戦後の存続にとって重大な危機であり、言語の消滅はもちろん、定作戦後自体が各方言の一層の独自化により、さらなる分裂を生む可能性もある。 しかし冷戦後のヨーロッパに広がったローカリズム、強度主義に由来する方言保護運動の高まりや既存の国家の枠組みを緩めたい欧州連合の講演の下、多国多言語の方言同様に定作戦後もその地位向上が盛んに求められる時代になりつつある。80年代から90年代にかけて北ドイツ各地で定作戦後の復興運動が展開され、 大きな成功を収めた。1994年に欧州連合は定作戦後を独立した地域言語であるとし、1999年にはヨーロッパ地方言語、少数言語検証による保護がドイツ政府に命じられている。これによって定作戦後は分布地域において公的に用いることが可能になり、テレビなどの放送言語で実際に用いられている。 低作戦運動が国内外での正当性を獲得したことは独立派にとての大きな後押しとなった。現在のところ低作戦後が公用語とされているのはニーダー・ザクセン州、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州、自由反座都市ハンブルク、自由反座都市ブレーメンで北ドイツの大部分を含んでいる。しかし一方でザクセン・アンハルト州やブランデンブルク州などは 非定作戦語圏と定作戦語圏の双方にまたがっているためか、1999年の保護対象からは除外されている。方言に留め置かれている言語が国際的認知を得て文語としての地位を確立するにはその言語独自の文学が不可欠である。定作戦語も例外ではなく、詩人クラウス・グローとフリッツ・ロイターらが盛んに 低作戦後の方言文学を制作し、高い名声を獲得している。ただし前者は、ホルシュタイン語、後者は、メクレンブルク語で執筆しており、必ずしも同じ形の文章というわけではない。こうしたことが低作戦後もまた一つの言語たり得るか、どうかという問題点を示している。番号は、右下の地図に準拠。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。